てありますので、こういった部分でも得点が重ねられていることと思います、でまたスケーティングの質であったり音楽の表現、プログラムのそういった振り付け、そういったものの評価も高い選手ですので、総合的に大きな得点を積み重ねる選手ですね。昨日もジャンプの得点だけで見ると浅田の上回る得点をマークしていたワグナー、ちょっとスピンが厳しい評価を受けていたようですけれどもね、ワグナーは。はい、浅田真央はそのジャンプのみならずスピン、そしてビッグ、本番でも浅田真央のライバルになるであろうアシュリー・ワグナー、開幕戦での激突、まずはワグナーどんな得点をマークするのか。フリーの得点は 124.55、 パーソナルベストには及びませんでしたが、トータルで 193.81、 これはパーソナルベストになりました。ラジオの輪を10点近く。残すは浅田。さあリンク中央へ向かいます。浅田真央、過去最高難度のプログラムに挑みます。自分にしかできないプログラム、何としてもやり遂げたいと本人も話しました。集大成の演技はソチオリンピックに期待するとして、今この開幕戦でその最高難度にどこまで迫ることができるのか。ショートプログラムを終わってトップに立っています。浅田真央のフリーの演技が始まります。浅田真央のフリー、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番、冒頭トリプルアクセル、その次に3回転3回転、いきなり迎える大きな山です。トリプルアクセルと転倒、3回転2回転にしました。トリプルルッツ、注目が集まりがちなんですけれども、こういったスピンも浅田選手定評があります。一つ一つのポジションが綺麗ですね。スピンが2つ続きます。
クルループ。最後確実に決めました。さあスピン、その後にはお客さん全員が待ち望んでいるステップ。細やかな中にもこういったダイナミックな動き、浅田真央にしかできないステップです。ただこれをシークエンス、浅田真央の4分間が終わりました。まだちょっと課題を残したなというそんな表情です。練習でかなり良かっただけに、ちょっとそれに比べると本番でのミスがちらっと見えました。練習で良かっただけに、そのいいところまで本番で持っていきたいという自分への期待というものも大きかったと思います。そしてまたこれだけ難しいプログラム構成を組んでいるということへのプレッシャーもありますので、そういった意味ではメンタルのコントロールも難しいと思います、何か表情を見ててもこの呆然としているという感じでも悔しいという感じでもなく、こう冷静に今の自分の状況を見つめているような、そんな感じに見えますね。そうですね、少しいつもよりも体力が早くに切れたかなというような印象もありました。もっと本来であればステップシークエンスも動きが大きくスケーティングも滑っているんですけれども、これが冒頭のトリプルアクセルですね。転倒しましたが、入りは良かったんですけれども、うまく着氷につながりませんでした。でこういった転倒するような失敗の仕方というのを練習でも見ることがあまりなかったので、少し本人も驚いたという表情ではありましたね。両足着氷であったりステップアウトをしたりという失敗の仕方はあったんですけれども、それまでいい形でトリプルアクセルはまとまって練習できてきていたんですね、でこれもそれは後半の3連続ジャンプですけれども、こういうジャンプが決まったのは大きいと思います。そうでしたね、今日朝の練習でも1回見事に決めて、あとは手をついたり両足になったり、そうですね、転倒するということが本当に少ないんですね、練習中に。最後の直前の公式練習でも最後にいいイメージ作ってましたが、転倒しますと体力も早く奪われてしまいますので、中盤後半のですね、ダブルアクセルトリプルトーループというジャンプもダブルアクセルダブルトーループになってしまった、少し疲れが早く来たのかなというふうにも思いました。ただしっかりと練習が詰めてきていますので、スピンでありますとかステップ、そういった基礎的な部分ではしっかり得点になってきていると思います。まあでもこの表情を見て本当に私たちも安心するぐらい、何か自分の中で確実にこう課題も含めて掴んでいるような、そんな感じに見えます。練習ほどできていなかったにしても、基礎力というものが格段と昨シーズンまでよりも上がっていると思いますから、これで練習ほどできたらものすごい得点になっていくというふうに、感じますよね。まあ、あとは全てをやりきりましたので得点を待つのみですが、浅田真央の得点です。現時点でのトップはアシュリー・ワグナー 193.81、 浅田のフリーは 131.37、 トータルは 204.55、 まあ、わずかにパーソナルベストに1点及ばないという素晴らしいトータルの得点。本人完璧の演技ではありませんでしたけれども、あのライバルのワグナーを大きく上回ってこのグランプリシリーズ開幕戦、浅田真央にとっての初戦を優勝で飾りました。第1戦アメリカ大会女子シングルの結果です。浅田真央は
冒頭のトリプルアクセルで転倒するも3連続ジャンプなどをきれいに決め高得点、パーソナルベストに迫る 204.55 で見事開幕戦で優勝を果たしました。去年のグランプリファイナル銀メダルのアシュリー・ワグナーが2位、今シーズンシニアデビューを果たしたロシア期待の14歳エレーナ・ラジオノワが初のグランプリシリーズで表彰台を勝ち取りました。6位以下です。ショートプログラム4位と好位置につけていたイタリアのバレンティーナ・マルケイは順位を下げ7位という結果に終わっています。アメリカ from Japan マオ・アッサダ。この後は大事なシーズン初戦を優勝で飾った浅田真央のインタビュー、そして女子シングル表彰式です。